私の町では和菓子がド派手が当たり前なのよ。その町は豊橋市。派手な和菓子を求めて豊橋市内を調査。キャラクターって言えばいいのかな。そうですね、季節に合わせた和菓子が豊橋にありますね。ド派手なんですか。ド派手ですね。すみません、こんにちは。こんにちは。豊橋に、はい、派手な和菓子があるっていうふうに聞いたんですけど、はいはい、ご存知ですか、皆さん。例えばおかめ堂さん の、はい、上生菓子っていうんですかね、上生菓子、はい、がすごく派手で有名です。派手ですね。派手。教えてもらったおかめ堂に行ってみた。一見どこにでもある普通の和菓子店に見えるが、ああいう可愛い系に目がないので。あ、お姉ちゃんですか。あ、そうです、そうです。ついでに今日はちょっと雪だるまお土産に買っていこうかな。ミサーズコレクション。ミサーズコレクション、映える上生菓子の詰め合わせです。これが豊橋の当たり前、ド派手な和菓子。茶色や白のイメージが強い和菓子の世界で、このビビッドな色合い、チョコレートにも見えるこちらも和菓子。まさに これをデザインした方がミサさん。さすが、さすがミサさんだ。どうやらド派手な和菓子の仕掛け人が工房内にいるらしい。和菓子作りに勤しむ一人の女性を発見。カラフルなのが大好きです。私がぶっ込みました。エレガンスな感じね。カラフル、ぶっ込む、エレガント。どうにも和菓子とは縁遠いワードに聞こえるが、一体どんな方なのか。みんな真面目になれって言うんですよ。ゴリゴリの金髪ですね。そんな金髪ですかね。あ、反り込み。ガツッとここガーってバリカンで。こちらが金髪反り込み和菓子職人、石川美沙さん。あ、言うのしかもない。何個つけるんですか。9?8?8 で、へそ、おへそ合わせて9だったけど、夜中中遊び回って、もう昼近くまで寝てっていう、もう遊びほうけた時の生活だったから、多分昔は和菓子屋なんて絶対なるかって思ってたし。夜遊び三昧だった芸術大学時代を経て、なぜかなりたくなかった和菓子の道を選んだミサさん。巻きにくいよ。これはこっちの方。どうやって入れるの？ラムもないじゃん。何？それカーネーションだって。全部。いや、今からなんで。工房内でダダをこねている相手は、父で和菓子職人の生人さん。創業から72年、老舗おかめ堂の味を守り抜いてきました。うちの娘っていうのはそういう修行を積んでない分だけに、うん、なかなかやっぱり和菓子職人というにはまだまだ浅すぎると、うん、だけど和菓子のデザイナーとしては超最先端だと。やっぱり 色が大きいですね。色使いが明るく持ってくるっていうのはあまりまあなかったですね。そんな彼女の代表作が、
これ和菓子って言われますね。なりますよね、はい。豊橋が生産量日本一を誇る食べられる花エディブルフラワーを使った和菓子。職人たちと衝突というか。ありました。もう何言ってんだ若造は。結構認められない感じはもう初めはすごくありまして。そこまでしてミサさんはなぜ和菓子の世界で生きるのか。修羅場が。修羅場がね、あったね。全身筋肉痛みたいに、まあ、リンパが全身のリンパが腫れてたんですけど、もう筋肉痛も首も動かせない、もう寝返りでも打てないぐらい痛くて、まさか自分がこんな、ね、重い病気、難病にまで指定されてる病気になるとはもう思いにもよらなかったので、で再発したら、入院だよって言われてます今。まあ今というかずっとそうですけど、パリピだったのに、パリピだったのにもうめちゃくちゃ遊んでたのに、もう夜の10時には寝ますみたいな突然襲われた難病との戦い。さらに想像するだけでもなんかもうね、本当死にたくなるぐらいの状況だろうなみたいな。あ、でも毎日とりあえず泣いてました。もうなんでこうなっちゃったんだろうって本当に思って。病と格闘しながら出産したにもかかわらず、夫の裏切りにより生後2週間の子供を抱えて離婚。まあ、とりあえずうちで働けと言われまして、でもう専務というか父親の背中を見て育ってるので、もうどれだけきつくてどれだけ大変な仕事ってすごく身に染みているので、うわ一番なりたくなかった仕事だなと思いながら、まあ、でも生活費のためにもうやるしかないと思って。運命に翻弄された時、手を差し伸べたのは父イクトさんだった。どうせやるんだったらこうあっと言わせたいし、自分が今までやりたかったデザインを和菓子を通してさせてもらってるっていう感覚がすごくあるので、どん底から這い上がり今は自分の好きな和菓子を作るのが楽しい。これは何ですか。これ金箔と金箔製剤と、これがカラー銀箔製剤。和菓子で使うっていうのは多分初めてだと思います。ありえない。ありえないと思います。ちょっとロマンチックな商品にしたって。打ち上げ花火。2種類の和菓子食材を使うことで異なる食感を演出し、見て楽しい、食べて美味しい、ミサさんならではの作品。見た目可愛い、カラフルだし、めっちゃ良くない？すげえ、これめっちゃ綺麗だね。キラキラしたのが気になる。こう見えて意外と真面目なんです。